1977年の幸福駅と周囲約500メートル範囲。下が広尾方面。国土交通省国土画像情報をもとに作成。愛国から幸福行き切符記念日幸福駅は、北海道帯広市幸福町にあった日本国有鉄道広尾線の駅である。広尾線の廃線に伴い1987年2月2日に廃駅となった。 駅名の縁起の良さから乗車券や入場券などで有名であり、廃止後も観光地として整備されている。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した、電鉄機を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅だが、ホーム南側の出入り口から東側に少し離れた位置に、 待合初期能の,のみの木造駅舎を有した。駅舎内に売店があり、簡易委託駅として乗車券の販売が行われていた。別当でトイレを有した。駅舎の前には、ようこそ、愛の国から幸福へと記載されたアーチが設置されていた。近隣を流れる札内川は広大な河原の割には水量が少ない。そのため、愛の語で乾いた川を意味する。 札内と呼ばれており、中札内村の名もこれに由来するものである。1897年、福井県大野から集団移住が行われ、入植者によって開かれた村には、幸い心の字が当てられた。内に、心を当てたのは、地震のことをここで、内と呼ぶためである。しかし難読であるため、次第に音読みで、更新と呼ばれるようになったその後、幸い心には、 福井からの移住者が多かったことにちなみ、集落名が幸福と改められた。なお、1929年に疲労線が部分開通した際には、幸い新駅が設けられたが、この駅は後に大正駅と改名された。1981年度の1日乗降客数は13人。この駅は一部の旅行者に注目されていたが、1973年3月、 NHK の気候番組、新日本気候において、幸福への旅帯広として紹介されたことから、知名度が上昇した。2005年4月からスタートした、新日本気候再びで、同サブタイトルで、同番組の第一回放送でも紹介されている。周りの駅は相次いで、幸福駅までの乗車券を増刷し、幸福駅付近の商店も入場券の販売をするようになった。 特に幸福駅より二つ、帯広駅よりの愛国駅と合わせて、愛国から幸福、雪という切符が一大ブームとなる。1974年にはこれを元にした歌、愛の国から幸福へも登場した。前年には7枚しか売れなかった愛国。幸福館の切符が、この年は300万枚、4年間で1000万枚も売れた。観光客が多数訪れるようになり、 待合室の内外に利用者が名刺や使用済みの定期券などを記念に残すようになったのもこの頃からである。大正駅をはじめとして、疲労線には愛国駅など縁起の良い名を持つ駅が点在しており、これらの駅との間の乗車券も活発に発行された。例えば、大正駅幸福駅で大層幸福といった具合である。あるいはそれらの駅相互の間でも、 新生駅待機駅などの切符が人気を集めた。しかしこのブームも疲労汚染全体の営業改善にはあまり結びつかなかった。それでもブームの最盛期である1974年の営業係数は前年の704から189と大幅に改善したが、翌1975年には481、1976年には623と悪化し、 一時的なものに止まった。最末期は1日片道六本という道線の便数の少なさもあって、この駅を訪れる観光客も観光バスやレンタカーを利用することが多かった。道線は1984年に第2次廃止対象特定地方交通線に指定され、1987年2月2日をもって幸福駅は広尾線ともに廃止となった。幸福駅は 当時に始まり、現在もなお継続する縁起の良い駅名の入場券、乗車券を求めるブームの行使となった駅であり、全国のローカル線やローカル鉄道会社に、記念入場券で収益を補うという、新たなサイドビジネスを提案することとなった。幸福駅の事例により、全国の縁起の良い名前を持つ駅、例えば学駅、妻駅、正木駅、学森駅、学文土駅などが、 入場券をアピールしようとするのである。そして松浦鉄道の大学駅や熊川鉄道の岡留幸福駅、南阿蘇鉄道の南阿蘇水の生まれる里白水高原駅など、特に第三セクター鉄道において入場券の販売を目的とした新設駅の駅名選定あるいは駅名解消なども起こっている。幸福駅に保存中の基二22駅名表駅舎と、 売店広尾線代行バスである、十勝ス広尾線の幸福バス停があるほか、帯広市によって、交通公園として、完全に観光地化され、駅舎、トイレ、ホーム、レール、駅名標が当時と、ほとんど変わらない状態で保存されていた。1990年代後半には、農村公園として、観光バスも、利用可能なアスファルト舗装の駐車場やトイレ、花壇などが整備された。 現在でも、待合室には、現役当時同様に名刺や定期券などが、びっしりと貼り付けられ、1990年代半ば、以後は、プリクラシールもしばしば見られる。ホームの入り口には、幸福の鐘が、付近には口述するイベントのための小屋が廃止後、付け加えられた。レール上にはキ、キハ22、ーキハ22、221。 キハ22-238の2両の機動車とモーターカー1両が生体保存、展示されている。これらの車両は2010年時点では良好な保存状態である。駅舎近くの売店では愛の国から幸福へとして知られる愛国駅から幸福駅、雪の切符などのレプリカが販売されている。これらは地元企業により通信販売もなされている。 また、トカチバスも、自問を自社仕様にした、貢献切符を発売している。国鉄広尾線が建材であった当時から発売しており、表記の日付当日であれば、トカチバスの乗車券として利用できる。さらに、帯広市の商工観光部観光課によって、幸福駅ハッピーセレモニーという結婚式風のイベントがかけを中心に行われている。帯広観光コンベンション協会からは、 同駅の訪問者に対して幸福からのメッセージというクリスマスカードを送るサービスも行われている。2012年には、三ケ王がデザインをした観光 PR キャラクター、ユキ・めぐみが登場した。2013年9月、老朽化のため駅舎を解体。同年11月16日に建て替え工事が完成し、旧駅舎外壁の半分を新駅舎に使用するなど、 昔の面影を残すとともに、旧駅舎の壁にところせましと貼られた名刺や写真は、新駅舎でも貼り付け可能となり、駅舎内には 4K テレビの電子看板も設置された。日本国有鉄道広尾線、大正駅幸福駅、中札内駅幸福仮上工場に関するカテゴリありがとうございます。